ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村古道作ゼニガタ平次鳥物控えよりおとよの恋人この作品は、昭和22年、1947年、オール読み物10月号に掲載されたものです。それでは、本文をどうぞ。 第一章親分妙なことがありますよ。ガラッパチの八五郎は入ってくるといきなり洒落た懐中タバコ入れを取り出していい匂いのタバコを立て続けに23服吸い続けるのでした「陽気のせいだね俺の方にも妙なことがあるんだ」。の平は、肘枕を解くと沖縄を 嗜みの襟などをかき合わせます。不審ですね。親分の方の妙なことというのは、なんでガラッパチは鼻の下を長くしました。八五郎のタバコ入れにタバコが入っているのが妙じゃねえか。そのタバコが安息。星鬼殺してもあることがふんと明光の匂いのする余分だ。美とか薩まか知らねえがどこでくすね。てきやがったんだ。 驚いたね、銭形の親分の花の胃にはお世辞を言うな。実はこのタバコのお世襲に頼まれてきたんですがねおよそこのおよそこの時とかその次はしっかり施工してとくるんだろう。タバコと一緒に額まで仕入れてきやがった。平次と八五郎はいつでもこの調子で大事な話をトントンと運んでいくのでした。 平治とガラッパチの流儀から言えば無駄話も決して無駄ではなかったのですからがっちゃいけませんよおよそこの <laughs> また出てきやがった額があるとついこの字が出るんですねあぬけだなまだ額にこだわってやがる早く話の筋を通しなえおよそときたね一瞬人のね人殺しというものがあるでしょうかなるほどそいつは妙だね 下手人がなきゃトンシか過ちだろうとの中で過ちは変じゃありませんかおまけに首筋を刺身包丁で切られてトンシは開白以来で。誰だよそりゃ。本庄お船蔵前水戸様御用のたばこ問屋で日立屋久左衛門が運兵自分の部屋で殺されているのを今朝になって見つけましたよ。石原の利助親分ところのおしさんが親父の 討ちで起こったことだがこいつは難しそうだから銭形の親分にお願いしてください動きそうもなかったら首根っこに縄をつけてもお品さんはそんなことは言やしめええその通りでスイフの刻みは下地屋の店で買ってきたのかあきれけえった野郎だどんなに詰めたか知らねえが懐中タバコ入れははち切れそうじゃねえかタバコ入れのかますは大きいに限ると思いましたよ今日という今日は 馬鹿野郎今度お菓子屋に間違いがあったら重箱をしょってゆく幼いが人聞きの悪い銭形平次はそんな無駄を言いながらも手早く支度窪して八五郎と一緒に神田の内を飛び出しました本所お船蔵前の日立屋というのはその頃水夫の煙草を一手にさばいた老舗で江戸中にも知られた店ですが 殺されたという主人の旧左衛門はその時五十八歳頑固一徹でつむじ曲がりで口やかましくて少しケチでそしてなかなかの商売上手という評判の老人でした下地屋の内外は石原の利助の子分たちが水ももらさじと固め店には老番頭の御助と若い手代の福次郎が

土蔵に通う廊下まで見張れるのでまことに質通発達の用路にあたり奉公人たちは陰口に「鎌倉街道」などと言っております食事を開けて入ると閃光の匂いとともにぐっと立ち込めている血の匂い慣れた平次も思わず敷居際に立ち止まりました。まだ剣士前で、 幸い死骸もそのまま平次は念入りに調べながら昨夜行われた恐ろしい犯罪の情景を頭の中に描いております秋といってもまだ生温かい時で薄い夜のものを蹴飛ばし加減に主人の死骸は半分床から滑り落ちております傷は右寄りに喉へ1か所すさまじい血潮を見ると 下手人の手際の恐ろしさは舌を任せるばかりこれで声を立てなかったのかな八五郎は平治の後ろからのぞきました「変な声を聞いたようにも思いますが何分昼の疲れでよく寝ておりますのでそれに答えたのはいつの間にやら後ろからついてきた老番頭の五助でした」。 おお六十近い年配でしょう顔も声もしわがよってなんとなく見る影もない老人ですおめえの寝ている部屋は地球のか平時ですいいえ一番遠く離れておりますが年寄りは主人を除けば私一人であとは二十歳代の若い者ばかりでございます老番頭はさすがに長い商売の駆け引きで 叩き上げたせいか見かけよりはちゃんとしておりますとじまりはどうだこの上もなく念入りでございます三人で見た度に見回ることになっておりますから三人で見三度に暗くなるとき下女のお松が閉めて夕飯の後で私か福次郎が見回りそれから寝るとき主人が手職を持っていちいち調べることになっております それで今朝とじまるに変わったことがなかったのか少しも変わったところもございませんでした。さんを下ろして若木をかけて、その上場所によってんぬきをさしております。そらは念入りだな。が、とじまるに変わりがなければ、下し人がうちの中にいるということになるな。ええ、ロゴバンはさすがにぎょっとした様子であたりを見回しました。第2章。 主人の部屋と廊下を隔てて広いおかってがあり、そこには怯えた小鳥のような二人の女が縮んでおりました。二十四五のは下女のお松で、これは醜いが正直そばな女、二十歳前後の可愛らしいのが、日立屋の秘蔵娘、おとよというのでしょう。四兵衛、物音を聞かなかったかという、 平治の同じ問いに対して、二人の娘は、少し決まり悪そうに頭を振りました。主人を恨んでいるものはねえか。平治は一歩突っ込むと、二人は何やら割り切れぬ顔を見合わせております。この問答の間にも平治は、そのあたりをくまなく探し回りました。主人を殺めたという薄刃の よく切れそうな刺身包丁のほかには、何の変わったものもなく、窓も天窓も入口の立て付けも、厳重の上にも厳重を極めて、ここからくせものの侵入した様子はありません。秋の日にカーッと照らされて、庭の先に見えるのは二戸前の土蔵で、さすがに今日はタバコの荷の出入りもないらしく、 土蔵は頑固に扉を閉ざしたまま沈黙しております。下女と娘の今の隣が万党五助と手代福次郎の寝ている部屋で、この辺りは窓も何にもなく裏に階へ登る梯子がかかっているくらいですから、昼は通路に使われているのでしょう。この上を平治は二階を仰ぎました。 春松丼の部屋になっております元は若旦那の九太郎さんが休んでおりましたが若旦那がいらっしゃいませんので主人の老い子の春松丼が休んでおります。五助は説明してくれました若旦那の九太郎はどこへ行っているんだええ隠さずに言うがいいいずれは知れることじゃねえか。ひいじは突っ込みます。 若の過ちで親御様のお気に背いて今は六軒堀に住んでおいでになりますが。六軒堀親御に感動されておかつという小唄の師匠のところへ転げ込んでいることはこの界隈じゃ誰知らぬものもありません。おかつはそのためにすっかり人気が落ちて 弟子もみんな離れてしまいましたが、下地屋の往診廠が後ろに仕掛えているんで、反動された若旦那を立て引いて離しませんよ。こんな定女で。<laughs> リスケの子分の滝地は、でも飽きたいような調子で言うのでした。その若旦那とおかつとかいう女が、ゆんべい何をしていたか、八一っ走り、石原の古文衆に案内してもらって、調べてきつくれ。言うまでもねえこったが。 誰が口を合わせるかもしれねえから別々に聞くんだよ。平次はガラッパチを顧みて行き届いた指図をしました。おやん言葉を消すわけじゃねえが始まるやカタツムリのように念入りで外から入った様子はねえというじゃありませんか。六軒ルにいる若旦那の九太郎が忍び込んで親殺しをするはずはありません。うちん中から仲間の者が仕切れて入った後の戸を閉めておくてもあるじゃねえかバカ野郎。 えこう言われると一もにもありません。ちょうどそれと入れ違いに二十五六の若い男がしとり汗をふきふきかえってきました。生暖かい秋の日は西に傾いてこの男の健康そうな肩から頬のあたりを照らすのがいかにも頼もしげに見えるのでした。 番頭さんお寺の方は心得ていますよ今夜はおっつ屋の凡さんが来るはずで若い男は番頭の五助に挨拶して軽く平次と太吉に黙礼するのでした「おめえは春松と申します甥いということになっておりますがもう少し遠い親類でへ春松はこんなことを言って来楽らしくカラカラと笑うのです。 ユンベはどにいたんだ恥を申さなきゃなりませんがこの2階に追い上げられてはしごを引かれてしまいましたよ。それはどういうわけだ平次は少し面白そうでした。毎晩家を開けるんで叔父をすっかり怒らせてしまったんです。23日前から2階に追い上げられてはしごを敷いた上。 下の部屋には番頭さんと福次郎どんが腹獅子のように頑張っているんですいくら私が遊び好きでも抜け出せやしません春松はそう言いながら面目なさそぼにポリポリと小瓶のあたりを描くのです時も時不謹慎といえば不謹慎ですが正直で無造作でなかなかに好感の持てる態度です毎晩どこへ行くんだ早番。 勘弁してください私はまだ若いんですもの春松はいよいよ持って参ってしまいます